チがしっかりしないとね。クラウドファンタジー始めていきましょう。さあ、旅の続き。今回はバトルです。ランプどこに行くんだ？収集クエスト。まあその前に召喚を行います。自分の務めを果たさないとね。おーす。シルバーウィークキャンペーンってなってますね。どんなのがあるんでしょうか。お、すごい。ログボの教えはより多くもらえる。もっともらえたような気がするんだけど、まあいいね。期間限定1日1回キラキラ召喚。なんだそれ。優勝限定か。メインクエストのスタミナの消費も2分の1で済みます。双子イベント。何をコラボしてるんだろう。名前が変わる。ん？配信チャンネルってアメーバだったっけ、もともと。オープンレック TV、こっち、もう始まるんですね。いろいろ行われるキラーファンタジアです。このですね、カルダオンが初めてプレイできるようになるってことですか。これは嬉しいですね。もうミニイベントやるんですね、カルダモンの。あ、いいですね、カルダモン。ちょっと予定を変えるか。うん、これちょっと欲しいなと思う。日に焼けやすいので。アギリさんって忍者っぽい水着とか着るのかな。はい、好きな人と一緒なら楽しいも2倍です。今日も楽しいですよ。土産がある。よくできました。気合を入れてくぞ。少し助かりました。すごいです、尊敬です、天才です、憧れます。召喚。カルダモンのスティーレムシア修行期間限定ピックアップ召喚か。やってみましょう。もちろん初回10巻召喚です。開きますよ。必要にはな。
かなかうまくいかない。星4。さあ、星4以上。来る。私も皆さんにゆっくり追いついていきます。ここ来ますね、これは。ん？誰？おーっと、各地タマテ。スロースタート。CV 伊藤彩さんだったっけ？どんどん行きましょう。戦士の桃地タマテ、ただいま参上です。お気軽にタマちゃんとお呼びください。あまたの美少女を攻略してきた強者なので、どーんと頼ってくれたまえですよ。美少女、すごかったです。次回も頑張ります。やりました。この方々とつながりやすいみたいです。行ってみましょう。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。見てみましょう。今はこの方々とつながりやすいみたいです。を転生かな。スタート。なるほど。キララファンタジア始まりますよ。さあさあ、今日も張り切ってまいりましょう。おはようございますですよ。夜になると体力ゲージが徐々に回復する気がしますね。パパパパーン、チヤホヤしてくださいな。レッツゴーですよ。一丁やってみますか。吹き。ついにこの技を見せる時が。アンコウの吊るし切りをやってみたいんです。生半可な削りでは崩せませんですよ。メタルゲージ復活、これが切り札ですよ。吹き。これは効きましたですよ。やだやだ、もっとやる。強いから勝つ、それだけです。この屈辱忘れるべからず。不意に触るとよからぬフラグが立ちますよ。ということで、モチタマテゲットしました。調停者はどんな仕事をしてるかって、まあいろいろだよ。チケンジャタレンジクエストって言うんですね。いいだろう。はい、次回はどうするかな。私はチケンジャの一人、カルダモン。ふっ、ラブラブトラベル大作戦かスティーで武者修行かをどっちかをやっていきたいと思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で一方でした。